梶原吉ラ・キツヒロは日本の実業家。グループスの創業者で元社長。妻はグラビアアイドルの山本あずさ。高校卒業後、服飾関連の専門学校に通うも1年で中退。その後、東京に出て半年で300万円を貯め、2005年8月に有限会社グローバルメディアソリューションを起業。起業前の2004年7月21日には、 広島県警闇金融集中取締本部と広島南署により都内で闇金融業ワイフル総合サービスを経営し入手した多重債務者のリストをもとに電話で強引な貸し付けをして1億以上を荒稼ぎしていたとして出資法違反の容疑で逮捕罰金刑を受ける二千十二年十月にグループスをネクソンに365億円で売却し 自身の持ち株分300億円以上の資金を手にし、現在はシンガポールに在住。2014年1月28日にタレントの山本あずさと結婚。山本は妊娠しておらず、ブログで明るい家庭作りたいと発表。11月5日、12月に第一子を出産予定であることを発表した。12月20日、出産をブログで報告した。 イベント企画が好きで中学3年生の頃から DJ をしていた。ありがとうございます。